こりゃまずい。お偉いさんたちは黄金の奴らに囲まれちまってる。数で勝りながらアイロンに布陣するとはそもそも不作。まあでもここで救ってやれば覚えもめでたいってことですな。うん、話は終わった。任せたぞ。行くぞレン。必ずとも我が家の栄誉、さすがは加工と。黄金の奴らを叩き戻しちゃいいんだろ。とっとと終わらせちまおうぜ、3人。誰と助けるか。よし、私が倒れればこの戦に勝利はないぞ。お偉いさんがやられちまいそうだぜ。助けてやらねえとまずいんじゃねえか。よし、これで残りは一人だ。まあ俺らの敵じゃねえわな。誰もが乱の兆しを感じていた。朝廷の腐敗により政治は乱れ、災害異変により人心は揺れた。先の見えない世に民は苦しみ疲弊していた。そんな中、太平堂の教祖張鶴が民の不安を煽り挙兵、後に言う黄巾の乱を起こす。蒼天を覆い尽くさんとする黄天の雲。危機を感じた朝廷は各地で義勇兵を募った。ここにこの乱を機と見て立ち上がった男がいる。乱世の勧誘曹操。彼は加工屯らを従えて自ら戦火に飛び込んだ。その心に大いなる野心を秘めて、朝廷は腐敗しきっている。この乱を収めたとてもはや。ようこそいらっしゃい。行くぞ加工と。敵の大将張鶴ってやつを倒せば勝ちだな。官軍の奴らに手柄を渡せねえで。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。敵将、覚悟現状が討ち取った。
ザコート、お前が見えてる。わしの目指す先、目指す先がどこであろうと関係ない。目指す先は道を切り開くだけだ。もうだ、見せろ。現状が討ち取った。確保しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。東野村が騒々しいな。ちょっとだ、様子を見に行ってみるか。すげえな、トニー。よし、俺もこっから本気出していくぜ。おお、一段と添えておいでですな。助けてくだせえ。後進の奴らが襲ってくるんだ。なんだてめえは、俺たちの邪魔をする気か。決してやる、邪魔なのか。見たら打ち果たすだけだ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。我が知略をもってしても叶わなかったか。
敵将、覚悟を現状が討ち取った。燃え尽くしてやる。